それでは、業務用スーパーの肉肉餃子、初めて調理して初めて食べるわけですけども、このようにジャンボサイズとなっております。ただね、餃子一個一個は、通常のほら、味元の、味のとか、味の素の餃子よりは小さくって、そうですね、6割ぐらい、2回りぐらいちっちゃいような感じですね。まあ、ですんで、この26センチのフライパンに全部入るかなと思ってやってみたんですけども、いや、すみません、入りきりませんでしたね。5個残っちゃいました。だから25個同時にや 焼くここことは可能でですすけども、まあ、そこにこうやってて並べてですね蓋をしてちょっと水を敷いて、えー、蒸らすような感じで焼いてみました、えー、だいたい焼き時間5分ぐらいでで、えー、蓋を開けてですね、えー、それから焼きにしてさらに5分合計10分で焼き上げましたさあそして食べてみた感想なんですけどもということでね業務用スーパーさんの肉肉餃子を調理して食べてみたわけですけどもいやあの美味しかったですよ私ね通常その餃子にタレとかつけないんですよ で、今回もタレも何もつけずに、餃子だけを、ちょっと焦げ目をね、頼りにいただいたんですけども、いや、よかった。で、結局、えっ、ー、と、焼いた数に、5個ね、フライパンに入らなかったんで弾いたんですけども、全部食べたわけじゃなくて、5個余っちゃったんですよ。だから合計20個一気に食べて朝食にしたんですけども、 もう満足いく味でした。で別に食べ飽きたりとか、まずくなったわけじゃないんですけども、適量だなと思ったんで、食欲がまだね、収まらないうちに食べるのをやめたって形なんですよね。まあですんでまたあれからね、2時間ほど経ってまたお腹が空いてきたんで、残ったやつをこれからやっつけようかなと思います。いや、良かったですね。安くてとっても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。